ブロードチャンネル駅は、クイーンズ区、ブロードチャンネルのノエルロードとウェストロード交差点に位置するニューヨーク七家鉄、IND ロッカウェイ線の駅である。A 系統とロッカウェイパークシャトルが終日停車する。1880年にニューヨークウッドヘイブンロッカウェイ鉄道によって駅は開業し、その後ロングアイランド鉄道の駅になった。ロングアイランド鉄道の時代は、駅は二つある。 ロッカウェイビーチ支線とファーロッカウェイ支線の接続点の一つとなっていた。しかし、1950年に当駅とザ・ローンと駅の間で火災が発生した。1955年10月3日にロッカウェイビーチ支線オゾンパーク駅以南はニューヨークシティトランジットオーソリティに売却され、1956年6月28日に地下鉄駅として営業を再開した。その後、 2012年に駅はハリケーンサンディによって被災し大きな障害を受けた。その後、2013年5月30日に営業を再開。一番列車はニューヨーク交通博物館展示の R1 電車だった。その後、2018年にハンメルズ信号場の工事のため4月9日から5月18日にかけてロッカウェイパーク方面が 同年7月1日から9月3日にかけて、ファーロッカウェイ方面が閉鎖された。この期間、ロッカウェイパークシャトルは、ファーロッカウェイ、モットアベニュー駅とロッカウェイパークマイナスビーチ116丁目駅の間を走っていた。入口駅北側の点鉄機相対式ホーム2面2線で、幅は約12フィートで有効長は約660フィートである。 駅の北に転鉄機があり4線に分岐する。中央2線が本線、東側1線がロッカウェイパークシャトルの引き上げ線、西側1線は試運転などで使用される線路になっている。有効長は引き上げ線が600フィート、試運転線が1万フィートである。北へ進むと、ジャマイカ湾をまたぐ橋があり、それを越えると、ハワードビージ、JFK エアポート駅がある。 当駅とハワードビーチ駅との間は3.5マイル。あり地下鉄内で最長となっている。駅南にあるハンメルズ信号場で、ファーロッカウェイ方面とロッカウェイパーク方面に分岐する。ホーム上に改札がある。改札からは、ノエルロードとウェストロード交差点の東側に出る。なお、ロッカウェイ方面ホームには出口専用改札がある。防潮堤の補強工事。 ブロードチャンネルの人口は3000人未満であり、これを影響してか2016年では、ワールドトレードセンター、マイナスコートランド駅に次いで利用者数が少ない、駅であった。1985年の平日の1日平均利用者数は224人だった。2016年現在でも、同利用者数は310人に過ぎない。なお、駅は、A 系統とロッカウェイパークシャトルとの重要な、 乗り換え駅となっているため、時折混雑する。ありがとうございます。